人は1日に約1万リットルの空気を換気しており、生体維持に必要な酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出しています。鼻から肺に続く空気の通り道が気道であり、鼻腔、咽頭、喉頭までの上気道と、喉頭から下の下気道に分けられます。下気道は喉頭から気管、気管支と続きます。下気道の周囲を取り巻く軟骨は末梢に行くにつれてまばらになっていきます。気管支は左右の周気管支から分岐を繰り返して、周囲の軟骨がなくなる内径2ミリメートル以下の細気管支となります。さらに呼吸細気管支から肺胞管を経て肺胞が形成されています。肺胞は直径が 0.2 ミリメートルほどの球状をしており、多くの肺胞毛細血管が取り囲んでいます。ここで肺胞の空気中の酸素と毛細血管の血液中の二酸化炭素とのガス交換が行われているのです。肺はこうした肺胞がおよそ3億個密集しており、その内腔の総面積は100平方メートルにも及びます。このように呼吸器はその内腔を空気が流れ、外気と直に接しています。そのため外気中の病原体や塵埃が常に侵入し、感染症が生じたり障害されたりする危険にさらされています。呼吸器系の疾患として、呼吸器感染症には肺炎や急性気道感染症、肺結核などがあります。気道が狭窄する閉塞性換気障害には、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患 COPD などがあり、肺の拡張が制限される拘束性換気障害には、間質性肺炎や肺結核後遺症などがあります。肺循環障害には肺塞栓症や肺梗塞があり、他にアレルギー性鼻炎などもあります。この間では呼吸器系の疾患によく見られる喀痰、外傷、気道狭窄による呼吸困難と、これらに用いられる去痰薬、鎮外薬、気管支拡張薬をご紹介します。さらに代表的な呼吸器系疾患として、気管支喘息や COPD、 間質性肺炎、肺炎の病態と薬物治療の概要を見てみましょう。